父と子と聖霊との御名においてアメン。愛する兄弟姉妹の皆様、今日は2021年4月18日復活後第2主日、良き牧者の主日です。一緒に福音の黙想をいたしましょう。今日私たちの主はご自分のことをこう言われます。引用します。私は羊の門である。私を通って入る人は救われ、出入りして牧草を見つけるだろう。私は羊たちに命を、豊かな命を与えるために来た。またこうも言われます。私は良き牧者である。良き牧者は羊のために命を与える。私は自分の羊を知っており、私の羊もまた私を知っている。私は自分の羊のために命を捨てる。1、イエズス・キリストは門であり、また良き牧者である。イエズス・キリストは門です。なぜなら、主はご自分を開き、ご自分が誰であるかを開示して、ご自分を掲示するからです。イエズス・キリストは真理であり、真理であるキリストを通ってのみ、永遠の命の中に入ることができるからです。主はこう言われます。私を通って入る人は救われ、出入りして牧草を見つける。私は羊たちに命を、豊かな命を与えるために来た。私は道であり、真理であり、命である。私によらずには誰一人、父のもとには行けない。引用はあります。キリストという門を、出入りして牧草を見つけるとは、キリストという門から入って信仰を生きるという意味です。義人は信仰によって生きると聖書にある通りです。キリストという門を通ってこの世の生活を終えて永遠の世界に出るなら、豊かな命、終わりのない永遠の命が与えられるからです。そうしてのみ私たちは永遠の命に至ることができます。主は狭い門です。主の言葉を引用します。滅びに行く道は広く大きく、それを通る人は多い。しかし命に行く門は狭く、その道は細く、それを見つける人も少ない。引用あります。マテオ7章にあります。また主は良き牧者です。良き牧者とは悪しき牧者を想定しての発言です。牧者の良さとは自分の命を羊のために与えることにあります。主は言われます。良き牧者は羊のために命を与えると。イエズス・キリストはこの通り私たちのために十字架の上で命を与え、全てを与えられました。ご自分の御体と御血を秘跡として私たちに与えられました。贖われた羊たちをご自分の体で養うためです。良き牧者と雇い人とを識別するのは狼が来た時です。つまり危機の時です。主はこう言われます。良き牧者は羊のために命を与えると。雇い人は自分に危険が迫ると逃げます。主はこう言います。雇い人は狼が来るのを見ると羊を捨てて逃げ、羊は狼に奪われ散らされる。彼は雇い人で羊のことを心にかけない。聖アウグスティヌスによると、雇い人は賃金を受け取るから雇い人です。雇い人はこの地上での利益を求めています。良き牧者と雇い人とを識別するもう一つの要素は、羊を知っているということです。私たちの主はご自分の羊を知っておられ、主の羊もまたイエズス・キリストを知っています。私は良き牧者で自分の羊を知っており、私の羊もまた私を知っていると主が言われる通りです。主はあたかも私は自分の羊を愛しており、私の羊もまた私を愛して私に従っている、羊たちは真理を愛しているからだ、私は自分の羊のために命を捨てる、羊への愛によって私は御父を愛していることを示すとおっしゃっているかのようです。それに引き換え雇い人は羊のことを知りません。2、
カトリック司祭はイエズス・キリストを羊たちに与える。カトリック司祭は良き牧者としてのイエズス・キリストに習うように特に召し出された人です。司祭の使命とは何でしょうか。カトリック司祭は羊たちを、つまり霊魂たちを誠の門に導く使命があります。つまり道、真理、命であるイエズス・キリストを霊魂たちに与えるという使命です。それは霊魂たちが永遠の命を受けるため、誠の良き牧者であるキリストの声を聞き、キリストの命を受けるためです。ですからカトリック司祭はイエズス・キリストをこそ霊魂たちに与えなければなりません。それ以外のものではありません。イエズス・キリストの真理とイエズス・キリストの成長を伝えるために司祭は存在しています。なぜならカトリック司祭職の最大の聖なる務めはイエズス・キリストを祭壇の上に現存させることだからです。聖変化を起こして、全実体変化を執行して、ご聖体を作ることにあるからです。司祭はこの超自然の目的のために存在しています。これが私たちのカトリック信仰です。イエズス・キリストこそが良き牧者であって、司祭はイエズス・キリストと一体化すればするほどますます良き牧者となります。主こそが良き牧者です。ではイエズス・キリストは司祭たちに一体何を求めているのでしょうか。イエズスのために命を捨てることでしょうか。ご復活後のある夜明け頃、ティベリアでの岸辺で漁をしている弟子たちにイエズスは現れたことになります。その時主は聖ペトロに愛を求めました。主はシモン・ペトロにこう尋ねます。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちより以上に私を愛しているかと。ペトロは聖木曜日の夜に主を三度否み、主を捨てて逃亡しました。それでもすでにイエズスの御心はペトロの熱い痛快の涙を知っており、ペトロをすでに許していました。復活後主はペトロに償いの機会を与えます。主がペトロに求めたのはただ愛でした。ペトロは答えます。主よ、そうです、あなたがご存知の通り私はあなたを愛しています。ただ見たび私を愛しているかと言われた時、ペトロは悲しみ、心の底から謙遜にこう答えます。主よ、私は御身に対して大きな罪を犯しました。しかし主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。ペトロの謙遜は愛を清め、償いを促し、新たな恵みを受けるにふさわしくしました。謙遜を忘れて愛も感謝も伴わない忠実さよりも、こうやって謙遜と涙と完全の痛快と愛とで償われた罪はペトロの霊魂にとってより大きな利益となって、イエズスの御心にとってより大きな栄光を与えました。これは私たちへの教訓となるためでした。イエズスはペトロの愛を証明するために何を求めたでしょうか。それは私の子羊を牧せよということでした。実は最後の晩餐の時にペトロは主にこう宣言したことがありました。私はあなたのために命も捨てますと。しかしそれよりもイエズスの御心にかなうことは私の子羊を牧せよということでした。イエズスキリストがこの世に来た目的は霊魂の永遠の救いです。この救霊という大事業のために主に協力するということは、ある意味で主のために命を捨てるということよりもはるかに価値があると主は教えているのです。救霊の事業に協力するとは、つまり霊魂たちに救いの道を教えること、主の道に人々を立ち戻るように働きかけること、祈ること、快楽の誘惑や悪しき模範悪徳の伝染から霊魂たちを守り、主の優しい子引きを担うように招くこと、霊魂を永遠の命へと導くことです。イエズス・キリストが
天主の尊い恩知の値であがなった霊魂たちが永遠に失われてしまう、地獄に落ちてしまうとしても、私たちは平気でいることができるのでしょうか。私たちの祈りと模範と愛徳と犠牲で霊魂たちを天主のもとに連れ戻す、霊魂の永遠の幸せのために力を尽くす、この努力をしてこそ私たちはイエスを愛していると言えます。もしも私たちが霊魂の永遠の命のために力を尽くさないのならば、主に協力しないのならば、それは主に対する本当の愛でもありませんし、隣人に対する本当の愛徳でもありません。ではどうしたらできるだけ多くの霊魂たちを主のもとに引き戻して、そして霊魂たちを救うことができるでしょうか。つまりどうやったら使徒職は成功するのでしょうか。実はペトロに愛を求めたその前の夜、ペトロたちは漁をしていました。しかし魚は一匹も取れませんでした。ところがイエズスが来られて、イエズスの言われるがままに弟子たちが網を下ろすと、魚は多く取れて、網を引き上げることができないほどいっぱいの魚が取れたのです。つまりイエズスと共に、イエズスの御旨のままに行うとき、多くの実りがあるということです。3、良き牧者に従う21世紀のカトリック司祭たち、キリストの牧場で一番大切なのはイエズスを愛することです。イエズスと共にイエズスの御旨を行うことです。霊魂たちの永遠の命を、信仰をまず第一に考えることです。イエズスと共にイエズスの御旨を行うことです。霊魂たちの永遠の命を、信仰をまず第一に考えることです。もしも牧者たちが羊たちの善のことよりも、この地上の物事の愛すのであれば、牧者という名前にはふさわしくありません。愛のためではなく、この地上の利益のために主の羊の世話をするならば、これは牧者ではなく雇い人です。雇い人は霊魂の本当の善、つまり永遠の命を求めているのではなくて、この世の物事を追い求める人々です。雇い人は教会の中で天主ではなくて地上のことを求めています。天主以外のことを愛しています。聖マテオによると主はこう言われます。引用します。義預言者を警戒せよ、彼らは羊の衣をつけてくるが、うちは強欲な狼である。7章15節。羊たちはイエスキリストの言葉を聞き分けることを知っています。ではどちらが主の御声でしょうか。ある人はこう言うかもしれません。カトリックにこだわることはなく、どんな宗教でも良いし、教会の他にも救いはあるし、神は神だけが知っている方法で、他の宗教の人たちをも救うに違いないという人、あるいは私たち人間が救われるには唯一の真理の宗教しかなく、それがイエズスキリストが使徒聖ペトロという岩尾の上に建てた教会、つまりカトリック教会であるという人の教え、どちらが主の御声をこだましているでしょうか。カトリック司祭はいつもイエズスキリストとの霊的な一致のうちに生きなければなりません。主のお恵みによって主と親密な主の現存のうちに生活しなければなりません。ドン・ショタールが使徒職の秘訣という本の中で教えているように、祈りと信心と黙想の生活が司祭によって必要です。カトリック司祭の使徒職の根源はイエズスキリストですし、使徒職の発展もイエズスキリストです。使徒職の目的もイエズスキリストです。良き牧者であるイエズスキリストと共に、イエズスキリストのように考え、愛し、生活する、これが司祭です。主の御旨、主の利益、主のお望み、主の愛、主の知識をできる限り、小さな私たちの限りあるやり方で、自分の意思、自分の利益、自分の望み、自分の愛、自分の知識へと
同化するように心がけねばなりません。聖パウロは言っています。イエズスキリスト、十字架につけられたイエズスキリストの他には何も知るまいと決心したと。またこう思います。主イエズスキリストを知るという優れたことに比べれば、その他のことは何によらず損だと思う。私はキリストのために全てを損する。そしてキリストを得るためには全てが悪だだと思う。聖パウロの言葉の引用を終わります。イエスの御心は憐れみ深い愛に満ちておられて、ご自分の知識や愛を司祭を通して羊たちに与えることをお望みです。司祭たちが人々をキリストのおられる十字架にまで高めることをお望みです。もしも十字架がないならば、イエスキリストもおられません。イエスキリストがおられないなら、門もなく道もなく真理もなく命もなく一致もありません。イエズスキリストがないがしろにされるならば、もしもご聖体が敬われないならば、もしも御聖祭が世俗化して人間中心のただの食事会になり下がるならば、また司祭が社会活動家になり下がってしまうならば、教会はおつろになり存在理由を失ってしまいます。つまり教会の崩壊です。では愛する兄弟姉妹の皆様、今日、良き牧者の主日に主に祈りましょう。私たちに多くの聖なる司祭を与えてくださるように祈りましょう。イエズスキリストを愛し、霊魂たちに、つまり主の羊たちにイエズスキリストを全てを与える司祭が与えられますように。ご聖体、御聖祭、秘跡、特に会衆の秘跡を聖なるものとして大切にする司祭が多く私たちに与えられますように祈りましょう。また聖ピオ十世会がカトリック教会の中の一修道会として、天主のお恵みによって聖母の御取り次ぎによって、良き牧者であるイエスキリストに愛と謙遜を持って従い続けることができるようにお祈りいたしましょう。良き牧者であるイエスキリスト、最高司祭であるイエスキリストは、実は聖母によって私たちに与えられました。ですからマリア様に祈りましょう。イエズスキリストに続く聖なる司祭が私たちに多く与えられますように、主に取り継いでくださいますように。私は羊たちに命を、豊かな命を与えるために来た。私は良き牧者で、良き牧者は羊のために命を与える。父と子と聖霊との御名によりて、アーメン。